どうも皆様、小栗旬です。なぜ三谷さんより先に僕が喋るのかということはちょっとなかなか不思議なんですけれども、今日こうやってこの場に来て、一緒に作ってきた、スタッフキャスト陣がこうみんな集まってくれている姿を見て、ものすごく今背中を押していただいているなと思っておりますが、本当にその皆さんを代表してまず自分が、お祝いの、メッセージを送らせていただこうと思っておりますが、今お聞きしたら1982年が第1回ということで、今回の41回目、僕と全く同い年っていう賞を、三谷さんが、取られているということに非常に、喜びを感じております。そして、今回の鎌倉殿の13人という作品はとにかく、毎週、新しい台本が上がってくるのが楽しみで楽しみで、本当にどんなお話になっていくんだろう、次には僕の義時という役がどんな行動を取らせてもらえるんだろうということを本当に楽しみにできる、約1年4ヶ月の撮影期間でした。やっぱり僕ら俳優は、自分たちでできることは限りなく少なく、そこにベースとなる台本があって、そこに初めて、それを、僕たちの目の前に、具現化してくれるスタッフ陣がいて、やっと僕たちキャストというのは現場で初めてその役を生きるということをさせてもらうのですが、本当に今回ほど毎回毎回上がってくる本がどういうふうになるんだろう、どんな人生生きさせてもらえるんだろうっていうのを感じながら過ごさせてもらった期間はありませんでした。なので本当に僕は役者としてはこんなに役者冥利に尽きる現場はないなと思いましたし、それを本当に一人でひたすら、折れることなくここまで、書き続けてくださった三谷さんの、お仕事というのは本当に、素晴らしいものだなと思っております。そんな素敵な鎌倉殿の13人を、作っていただきましてどうもありがとうございました。そして本日は受賞おめでとうございます。どうもありがとうございました。小栗旬様、ありがとうございました。審査委員の方々と一緒に僕が並んでると誰が受賞者か分かんないような なんか雰囲気で、本当に申し訳ないというか、このフレッシュな感じが一切ないこの雰囲気、本当にすみません。本当に嬉しいです。ありがとうございます。向田邦子さんは僕にとって憧れであり目標です。毎回本を書くときは必ず、向田さんの、シナリオを読み返して、どうすれば向田さんに近づくことができるだろうかということを考えながら、いつも書いてます。種を明かしますと、御家人たち、御所に集まった御家人たちのセリフは、寺内勘太郎一家の、石職人たちのセリフをいただいております。それから、政子と、三井の姉妹の、会話も、向田さんの阿修羅のごとくの頂きです。本当に向田さんには、ありがたい、お世話になっていると思っております。僕はですね、今からもうだいぶ昔の話になるんですけれども、一回向田賞のお話をいただいておきながら、辞退 してるんですね。でそれは何でかっていうと、もう向田さんは本当に憧れだし、言っておきますけど、向田邦子と三谷幸喜ってイニシャルが一緒なんですよね。それ本当に自慢でした。でもう一つ第1回目の受賞をされた市川新一さん、もう僕は本当に大好きで尊敬している、方で、市川新一さんは名前が左右対称で、僕も左右対称なんですよね。これもまた僕の自慢なんですけども、でこの向田賞を取るってことは、向田邦子さんと市川新一さんに名前が並ぶってわけで、当時の僕はとてもそれが自分なりに許せなかったというか、まだまだそんな若輩者の自分がここで、こんな大事な賞をもらってはいけないと思って真剣に思いまして、
それで本当にありがたいんですけども、ご辞退させてくださいというふうに、お伝えしました。その時審査員に市川さんがいらっしゃってて、後で市川さんの、奥様に伺ったんですけども、市川さんは僕の作品をとても進めてくださっていたみたい で、で僕が辞退したのでとても残念がっていたというふうに、おっしゃっていました。今回こうやってまた賞をいただくことになりまして、多分市川さんも喜んでくださっていると思うし、僕も市川さんにやっと恩返しができたかなというふうに、思っております。今日は本当は僕みたいな人間のためにこんなにたくさん集まってくださってですね、本当はテレビで見た人ばっかりいらっしゃるので、本当に嬉しいです。僕はあんまり俳優さんと会ってお酒飲んだりとか、しない人間で、それは何でかって、言いますとですね、今回の鎌倉殿に関して言えば、そのこんなに素敵な、企画を、僕に振っていただけて、でプロデューサーの清水さん含め、時代考証の先生方が親身になって本当に一生懸命サポートして、くださり、そして、チーフ監督の吉田さん含め、すごい、スタッフの皆さんがそれを、ドラマ化してくださり、そしてしかも出てくださってる俳優さんはみんなもう、素敵で、輝いていて、僕が、作ったものを何倍も、素敵に輝かせてくれる、そういうキャスティング、こんなに脚本家として幸せなことはないんですね。本当にこれ以上のものはないと思ってる。その上なんで飲みに行かなきゃいけないんだと飲みに行けば絶対楽しいに決まってるんですよ。嬉しいし愉快だしいい、時間が過ごせるんだけども、もういいだろうと、お前そんなに幸せでいいのかって、神様に言われてるような気がして、だから飲み会とかもなるべく参加しないようにとか一回も出てないんで、皆さんちょっとなんて人付き合いの悪い作家だと思ってらっしゃるかもしれませんけれども、そういうことなんで許してください。ただ今日はこうやって皆さん来てくださって、今日ぐらいはねいいかなっていうふうに思っております。短い時間ですけどもほとんどもう同窓会みたいな感じだと思います。楽しんでいっていただきたいなと思います。僕が終わったらすぐ帰りますけれどもどうもありがとうございました。それでは新垣結衣さんお願いいたします。八重を演じさせていただきました新垣結衣です。短めにですね。そうですね今回もう何度もいろんなところでお話しさせていただいてるんですけれども、初めての大河ドラマに出演するこの機会が、この三谷幸喜さんが書かれた鎌倉殿の13人というドラマで本当に幸福なことだったなと思っています。八重という人物もたくさんの方に愛していただけましたし、私自身も出演している最中も、そして、お空に行ってからも最後まで本当に楽しみました。三谷さんの作品に登場する人物たちは本当にとてもチャーミングで、悪いところもチャーミングで、いいところはすごくドラマチックですごく素敵だなと思っていました。私もその三谷さんが描く世界に関わることができて本当に嬉しく思います。この度はおめでとうございます。ありがとうございました。新垣結衣さんありがとうございました。続きまして須田まさきさんお願いいたします。はい、須田まさきです。三谷さんおめでとうございます。僕は今日初めましてだと思ってたんですけど、どうやら以前アカデミー賞でしたっけねの授賞式のトイレですれ違った際に源義経を思いついたとおっしゃってくださってて、トイレだろうと気が抜けないなと思いつつも、あの瞬間のその一瞬に一つの役をこう想起するそのエネルギーに一人で感動しておりました。
はい、また呼んでもらえるように頑張ります。本当におめでとうございます。須田将暉さん、ありがとうございました。続いて小池栄子さん、よろしくお願いします。三谷さん、この度は本当におめでとうございます。三谷さんのおかげで、1年半とても楽しい時間が過ごせました。毎回どんな本が来るのか、どんなセリフを言わせていただくのかがワクワクしながら過ごしました。そして今日三谷さんのおかげでこうやって鎌倉殿のメンバーとまた再会できたということもとても感謝しております。ただ北条家の皆さんも壇上にって言われて、隣の大泉さんは俺はいつになったら北条家に入れんだってぼやいてたので、そこのフォローだけよろしくお願いいたします。本当に今日はおめでとうございます。小池栄子さん、ありがとうございました。続いて瀬戸康史さん、お願いいたします。瀬戸康史です。三谷さん、おめでとうございます。時房役をやらせていただいたんですけど、他の作品で、他の役をやっている時も時房で、つぶやかれてました。それぐらい皆さんに愛される、役にしていただき本当にありがとうございました。おめでとうございます。瀬戸康史さん、ありがとうございました。続いて梶原善さん、お願いいたします。善治です。僕が善治を演じるにあたってというか、役者としてこんなに力を抜いて演じたことはなくて、で力を抜いて演じてても自然に善治は皆さんからも評判をいただいて、でもそれは僕の実力ではなくて三谷さんの本が良くて構成とかいろいろだから、まあそれは僕だけじゃなくて他のキャストの皆さんも三谷さんがすごくいつも引き立つように。ちょっと待って、泣いてんの？なんかごめんなさい、58にもなると三谷さん緩くなっちゃって、三谷さんがここ立ってる時だけでも僕ちょっとさっきから目が湿っちゃってごめんなさい。多分前は一番人前で泣いちゃいけないって昔から言われてたんだけど、まあそんなことで僕はもう38年間、三谷さんと一緒にやってて、まあもう十分三谷さんにはいい思いさせてもらったんで、もういいよとはもう言わないです。これからもよろしくお願いします。梶原善さん、ありがとうございました。続いて菊池凛子さん、お願いいたします。ノエをやらせていただきました菊池凛子です。三谷さん、おめでとうございます。私はすごく三谷さんと実はちょっとした縁がございまして、20年以上前から、ちょこちょこお会いすることがあったんですけれども、すごく前面に三谷さんの作品出たいっていうのをずっとアピールしてきた20年だったんですけれども、ようやくノエという素敵な役をいただきまして、大河ドラマにも出させていただく経験を得まして、本当に、嬉しかったです。もう本当に嬉しかったです。でそんな機会を与えていただいて、この片思いも通じたんだなと思って、やっぱり20年温めた甲斐があったなと思っております。そしてこんな風に三谷さんをお祝いする場所に来られて嬉しいです。おめでとうございました。菊池凛子さんでした。ありがとうございました。それではまず山本浩二さんからお祝いの言葉を頂戴したいと存じます。山本浩二です。三谷さん、おめでとうございます。僕はもちろん三谷さんとずっと長くやられている善さんや、それぞれさまざまな方がいらっしゃいますけど、僕も20歳ぐらいの時なので、もう26年ぐらいおそらくご一緒させていただいて、何本かこう一緒にお仕事をさせてもらっているんですけれども、本当に毎回なんかどんどんこう違う役が回ってくるというか、すごくこう静かな青年だったりとか、荒くれ者だったりとか、とっても頭の切れる役だったりとか、堅物とか、で僕のことどういうふうに見てるのかなっていつもこう不思議には思うんですけど、全部自分っぽいんですよね。だからなんか僕の部分を僕よりもなんか知って
くださっていて、僕が知らない僕の部分もこう引き出してくれるような、そんな三谷さんなんですけども、今回本当に、受賞されたと聞いて自分のことのように嬉しくて、なんなら自分が取ったんじゃないかって思っているぐらい嬉しいです。これからもたくさんいろんな作品を作ってくださると思うんですけれども、そこに僕が自分が、参加いつでもできるように、そういう状態で、自分を常に、追い込みながら、役者として頑張っていきたいと思います。本日は本当におめでとうございます。山本浩二さん、ありがとうございました。続いて中川大志さん、お願いいたします。三谷さん、おめでとうございます。畠山重忠役を演じさせていただきました中川大志です。僕が三谷さんの作品に初めて参加させていただいたのはですね、2016年の真田丸という作品だったんですけど、当時自分は、高校3年生でして、初めての三谷さんの作品で、その豊臣秀頼という役もものすごく大きな反響をいただいて、そしてその撮影が終わった後に、三谷さん覚えてらっしゃらないかもしれないんですけども、プロデューサーさん経由で連絡先をつないでいただきまして、少し短い時間だったんですけど お電話させていただいて、その時の役のお話と、そしてまたいつかお仕事できたらなっていうお話を、して、そのぶりだったのでものすごく、嬉しかったです。今回の畠山という役もですね、もう先週家族で伊豆の修善寺に旅行に行ってきたんですけど、もうどこ行っても言っていただいて、もうすごい素敵な役に出会えて本当に幸せです。また、お仕事できるように頑張りたいと思います。本当におめでとうございます。中川大志さん、ありがとうございました。続いて佐藤 B 作さん、お願いいたします。いや本当すいません。なんだこんな背小さくないね。もうあの三谷さん本当おめでとうございます。いやもう本当に三谷君三谷君って言ってんで、今日は三谷君でも年いいですか。すいません、もう本当にマネージャーに注意されたんですけど、もう三谷君と呼ぶのはやめてくださいと、もうそういう人じゃないですって、三谷さんにしてくださいってこの前注意されたばっかりなんですけど、はい、すいません。本当にもう何十年も前にお会いさせていただきまして、本当にうちは東京ボードビッシュという劇団、もう今年で50年になるんですけど、いつも作家を探しておりまして、選考委員の大石塚さんにもその時電話して、うち書いていただけないですかって電話したら、私はダメだけど最近三谷幸喜という面白い作家が出てきたよって、いろんな作家、水谷さんにも電話しても三谷幸喜という面白い作家できて、それで初めて拝見したのがもう30年以上前かな。なんか本当にショーマストゴーンという芝居で、安定がなく最後まで本当に素晴らしい喜劇を書く作家が出てきたなと思って最初にお願いしたのでしたね。なんかいやもう本当に素晴らしい。でこの人と出会ってからもういいことばっかで、なんかもうお客はすごく入るようになるし、もう地方公演で儲かるし、もうほんで稽古場まで建てちゃったりなんかして、いやもうなんかで、もう稽古場の名前をどういう稽古場名前つけようかなと思った時、井上久志先生に相談させていただいたんですけど、ボードビルだからボードビルビルしかないだろうって言われたのがずっと残念だったんですけども、そこに、ある時三谷君が稽古場に来てくださって、美作さんこれは、三谷ビルですねっておっしゃったことがもう本当に痛烈に忘れない一言になっております。いやなんだかもう本当にこんな何言ってんだか分かんないんですけども、本当嬉しいですよね。なんか20代、僕は30代の頃に出会っていたさせていただきまして、本当にこんな素晴らしい大河ドラマを書くまでになる作家になったっていうのは、まあ、本人の努力でもあるでしょうし、でまた素敵な家族もできてね、なんで子役が来てるのかなと思ったんですけど、子役出てたかな大河にはと思いましたけど、素晴らしい奥様とご子息でね、
なんかあすいません、なんかもうどう締めていいか分からない。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。佐藤美咲さん、ありがとうございました。こんなところでおめでとうございますというのは初めてですね。まあ、長いお付き合いをさせていただきましたけども、ちょっとあっち向いていきましょう、はい、まあ面白い役をやらさせていただきました。一等最初に私いただいた役はもう今すでに死のうとしている時に血と早すぎたっていうセリフでした。こんな難しいことはなかったですよ。1週間悩みました。だってもう今息を引き取るかもしれない人が血と早すぎたっていう、このね、何とも言えない、こういうことを書いてくださる方ってそういらっしゃらないと思うんですけど、とっても悩んでやらせていただいたセリフで忘れられません。でも私ももう先は短いですけども、あなたはまだこれからですか、長い、いいものいっぱいお書きになって、私あの世から見てますからねまだまだまだ、はい、でも本当に今日はおめでとうございます、はい、ありがとうございました。こういうこと読んでいただき、草笛光子さん、ありがとうございました。続いて佐藤浩一さん、お願いいたします。近いカメラのこと考えてるんです。あ、すいませんね。初めてお仕事させていただいたのは新選組ですよね、はい、でその時はまだ三谷さんここまでの巨匠ではなかったので、現場にはたまに来ていらっしゃって撮影風景をご覧になってましたよね、はい、でもなぜか僕のところには寄ってこなくて、僕とほとんど口を聞かなかったのはなぜ。怖かったんですだそうでございます。で本当は今こういう席でこういう話するのはどうかなと思うんですけど、今時代劇というのも二極化してきて、その我々が知っている、そして先人先達が作ってきた時代劇と、そしてあと今若い人たちの懐にポンと飛び込んでいける時代劇、それを作られる。でしかもそれをいい意味でコンサバティブなその大河ドラマの中でやられた三谷幸喜という人はやはりすごいなと。ありがとうございます。いやいやいや、なんか軽くいなすなよ。俺は本当すごいなって、これでやっぱり それはやっぱり三谷さんのやっぱりものの見方感じ方、それでこれで大河でこれをやりたいと思ったということ、それはすごいなと思いました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。佐藤浩一さん、ありがとうございました。それではキャストの皆様、ご講談ください。ちょっとかなり遅くなってしまい申し訳ありません。成長著しい今後として、旋風を巻き起こした男、坂口健太郎で、今日は、三谷さん本当におめでとうございます。ありがとうございます。僕にとっては本当鎌倉殿の13人の、この大河のドラマっていうのは初めての、時代劇としても初めてだし、大河ドラマとしても初めてだったんですけれども、初めてっていうのはやっぱり一度しかないと思うので、その初めての、一度目、一番最初の、ドラマとしてこの作品に出られたことを本当に嬉しく思います。大井さん含め本当にキャストの方々だったり監督陣にすごく、愛してもらえるキャラクターをいただいて本当に、心から、嬉しく思います。今日は本当におめでとうございます。三谷幸喜さんの今日は向田幸喜賞大変おめでとうございます。本当にそうそうたる皆さんのご挨拶の後に最後を飾るのはということでご紹介いただきました後に会場から笑いが起こったのが大変印象的でございました。お前かみたいな空気の中で出てまいりましたけど、本当に三谷さんにはいつもいつも私も先ほど B 作さんの挨拶の時に私今ちょっと B 作さんと挨拶が混ざって挨拶って言ってしまいましたけどすいません、ちょっとマイクでお願いします私が大学まさにだからもう30年前ですか、20歳の時に演劇というものがなんか面白いかどうかも分からずにとりあえず大学のサークルで入ってみたわけですけど、その時に見たのがまさに前さんもお出になられてましたし B 作さんがお出になられてましたショーマストゴーオンの再演でございました。こんなに面白いものが演劇
の中にあるんだと思って、それから三谷幸喜さんっていうのがまあ本当にまあ憧れの人になりました。ただまあ北海道でただただあの演劇やってただけだし、バラエティ番組しかやってなかったしが一緒にお仕事できるとも思わなかった方でありましたけど、今あの何本もお仕事をさせてもらえるようになって、こんな本当にあの夢のようなあの出来事ではあります。源頼朝をいただいた時にはまあ私は本当に不勉強で、あの本当に鎌倉幕府を作った人ぐらいしか知らなかったもんですから、三谷さんから今度は頼朝ですって言われた時に、あかっこいい役です、ありがとうございますって言って、であの放送が始まって、まあ、脚本を読むにつけて、まあ、こんなひどいことばっかりする人だっていうのは知らなかったものですから、私も、まあ、それは小栗君のおかげでもありますけども、昨年は全部大泉のせいというのがどこに行っても言われてしまいまして、私があの今回の鎌倉殿で一番印象的だったのは、忘れもしない15話で私が、まあ、佐藤浩市さん演じる上総介を殺した回でございました。あの時にうちの娘が小学校5年生で、とにかく鎌倉殿が大好きで、毎週楽しみに見ていた娘に、私がその放送が終わった後に仕事から帰ってきたら玄関に駆けつけまして、パパ何やってんだよと最初私も意味がわからない、どうしたダメだよあれやとどうしたの、カズサノスケ殺しちゃダメだよと、しかもさ、あの上総介さん、いや殺すのもあれだが、あのあとさ、その上総介がさ、なんか文字の勉強とかさしてさ、あれは三谷さんひどいよと娘があの私をおもんばかってたのが大変印象深く、受賞のお祝いなんです。あ、そうですか本当に素晴らしい台本でありましたただ私はあのそれで、まあ、本当に日本中から嫌われる羽目になりまして、あのあの山梨にあの日帰り温泉に行った時にも、あのちょっと年配の方でしたけども、あら大泉さん、私ねもうあの鎌倉殿みたいなあんた嫌いになっちゃったって言われたこともありましたそんな時にあの三谷さんは私にあの短いメールをくれまして、あの15話が終わって、やはりあなたは日本中から あの嫌われ者になってしまいましたね、でも僕は大好きですと、あのメールをいただいたのが本当にあの救いでございました。私はあの大学の頃からずっと三谷さんの作品を正末とご恩以来見続けて、もう王様のレストランも楽しませてもらって、古畑も楽しませてもらって、もうずっと見てきた、二十歳ぐらいからはずっと三谷さんの作品で育ってきたし、楽しませてもらってきたと思ってます。おそらく私のように思っている人があの日本中にいるのではないかと思います。あのもう本当におめでとうという気持ちも込めまして、私は日本の私のような人たちを代表しまして、本当に今までたくさんの作品を本当にありがとうございました。